冬に心霊写真見るのいいもんですよね。見てはいけない心霊写真、じゃあ早速やっていこう。130分の0って上に書いてあるのは正解数。何正解って、心霊写真において正解ってあるのかな。その2、その3、めちゃくちゃあるじゃん。その4、その5、6、7、めちゃくちゃある。こんなにあるの、こんなにあるの心霊写真。はえー、13。あ、13が終わりか。これはなんか目回る。なんか目回る。じゃあ何、これどっからでもやれるのかな。ステージ2。いきなりステージ2とかでもいいのかな、これ。できんのかな。あ、できんのか。それではご覧いただこう。あ、これはわかるな。どこにあるでしょうみたいな感じでしょ、これ。あ、そういうことか。俺、学校のこういう石鹸使うの俺嫌だったな。これ絶対使わなかったの、なんかこれ気持ち悪くて。まあ、これだね。これを決定すればいいのか。大正解。あ、階が怪しいになってる。階段の階になってるわ。ん？これはなんだ？お遊戯会か？でもどこがなんだかわかんない。うさぎ。うさぎ。いや、違うよな。あ！わかった。ちょっと待って。これ、ここの、テレビのここに目あるでしょ？目。やったー、大正解。お分かりいただけただろうか。テレビの後ろから男性の霊がはっきりとのぞ、はっきりかな、覗き込んでいるのが伺える。テレビの画面内に強い念を抱いているようだ。お分かりいただけただろうか。最後に言うのこれ。これ一番最初に言う文章じゃないの。歌い文句なんじゃないのこれ。お分かりいただけただろうかって。3つ目。あ、車のところに、ちょっと待って。これ、俺いろんな心霊シーン見てきたけどさ、これはちょっと面白いな。車のミラー。ミラーじゃないや。窓か。車の窓に映る人影。この車の所有者とトラブルがあったらしく、生きるようとして潜んでいる。だ、最後に言うなってお分かりいただけただろうかって。あ、4枚目。これはなんだ？いわゆる女子会ってやつか。でもこれピースのさ、するなんて、みんなの顔の向いてる方なんか違うよね。あ、この手か、これか、これかな。いや、でもこれ普通に、いや、これか、アハ体験。なるほどね。左奥の女性の方を抱き寄せるな、手が映ってる。でもね、俺実は小学校の時にね、こういう写真作ってたんだよな。こんなところに手伸びないだろうみたいな、手ないだろうみたいなところに俺の手があるみたいな。俺結構手長いから、そういうことできたんだよね。で、しかも卒業アルバムにその写真が、写っているっていう。まあ、それはいいとして、これはなんだ、墓？石みたいなのが、墓石みたいなのあるな、墓石。ただ、しかし、わからない。これはわからないぞ。いや、ないんだろ、これは。心霊なんち、これ普通の写真。これは普通の写真です。はい。あ、あ、待て。右下に、ちょっと待て。A6 助みたいのがいる。ちょっと待って、これだろ。見つけた。画面右下に顔が映り込んでいる。なんか、嬉しそうだもんな。あまり悪い例には見えない。泉のせい。で、これが、あ、これはわかるわ。簡単だわ。これ何？銭湯かなこれ。まずさ、この写真、まあ、ここなんだろうけど、幽霊。この写真の撮る意味。この写真を撮る意味がわからない。左上に、扉の上から霊が覗いている。背高いんだろうな。で、あ、これも、こんなさ、自分が幽霊になってさ、こんなトイレのところにから手出したくないわ。これはわかったわ。手すりか。手すりの内側から逃げられている。レビューは、また今度。お、なんかこれ取り壊しか。取り壊しの写真。どこに霊が写ってる？え、わからんな、これは。ごちゃごちゃしてるからな。
これ窓か。これ？お、大正解。突然さ、広告入んのびっくりするからやめてくれる？そっちの方にびっくりしたから俺今。幽霊より。これ何枚目か忘れちゃった。まあいいや。あー、手多いね。手パターン多いですね。ちょっと待って、広告うざい。男性の腕に手がしっかりと映っている。これ、でも作ろうと思えば作れそうだけど、その合成って言ったらそれまでだけど、自力でも作れそう。あ、終わった。正解数9問。その2。あれかな？上に行けば行くほどやっぱり難しいのかな？ 4。もう13行っちゃう、いきなり。もういきなり13行っちゃうか。こうなったら。ラスト。レッド13。それではご覧いただこう。コンクリポンプ車。幽霊が大体どこにいるかなんてのはね、どっから出てくるかなんてのは、ミラーだね、ここだね。ミラーフォース。あ、違った。違ったっすね。もう一度。幽霊が、あ、これ？これのこと言ってんの？大正解。車のタイヤのなんか隙間みたいなとこに人の顔のようなものがある。昔この道路で事故死した自爆霊、そいつのやつがタイヤと頬を頬ずり合ってるのがちょっと謎だが、深いね。これ迷宮入りだね。そして次の写真は11時半、11時35分。それは関係ないか。教室で、わかんない。隅々まで見ているがわからない。どういうことだこれ。意外とすね毛が濃いとか、意外とすね毛が濃いとか、そういうことじゃないか。3の5が机を3個持っていきました。これこれですか。これ持っていっちゃダメでしょ、机。しかも3の5ってバレてるし。いや違うのかこれ。ヒントってのがあるから俺使おう。やっぱレベル13だから、まあレベルじゃないか、その13か。ヒント見よう。右の席。え？右の席。何これ。いや、何が正解なのか分かんない。あ、足これ、足だったようです。難しいな。そして次はこれ何の写真だろうな。これ学校でもないしな。幽霊、これ透けてるってこと、これ足が。あ、違うんだ、違うんだ。これそういうことかと思った。俺紙吹雪これ透けてるのかと思った。いやー、腰靴下履いてんなこいつ。いや、でもそういうことなんじゃないのこれ。もう一回やっていいっすか。違うんだ。てかこんな靴下さ、どこに売ってんのか本当気になるわ。ちょっとヒント見ます。顎？え、顎？顎？何？まさかこれなの？俺なんかのさ、服のなんかが映ってんのかと思った俺。人の顔？どう見たら人の顔になるんだろう。オレンジ色をした人の顔。かっこ鼻から下が見える。どう見ればいいんだこれは。ちょっとわからない。なんかもう分かりにくいからさ、かっこ鼻からしたっていう風に表現してるけど、それ言われてもちょっと分からんですね。そしてこれは、なんか廃墟っぽいな。あ、いや違う。一瞬これかなって思った。試しにやってみるか。
残念。もう一度。自分またヒント使っていいですか。あ、これ足ってこと？これか？イエーイ！ヒュー！分かってきた、分かってきた。うわー、これはふざけた写真だな。多分なんですけど、これと、これは人間なんじゃない？いや、そういうことでもないか。で、これ実は人間、幽霊でした。はい、違いました。そういうわけではないか。手が映っている。でも手なんてこんなのな、幽霊じゃないよな。意外とポッケに物を詰め込みすぎ。いや、そういうことじゃないか。自分またヒント使っていいっすかね、これ。ヒント使っていいっすかね。こいつが実は幽霊でしたとか、そういうことかな。ヒント使えます。星5レビューしてくれたらヒントを差し上げます。こいつ。こいつ。じゃ、これ、この手が幽霊とか？わかんねえな。多分ね、全然違うところに何かが映っている可能性が。あ、待って、ちょっと待って、こう手が大きすぎるとか？これなんか手大きくない？この人の手。そういうことかな？これかな？あ、違うんだ。なんか昔あったよね、そういうの。なんか体のどっかが大きく見え、なんかなってるみたいな、幽霊の仕業で。そういうわけでもないか。単純に手が大きい人か、これ。単純に手が大きい人でした。あー、俺の力じゃ。え、これ？納得いきません。これ木じゃないの？これ左端に女性の霊。いや、映ってません。で、次が、楽しそうな写真だが、楽しそうな写真だが、どっかに幽霊が映っているのか。いや、これは幽霊映ってないだろう。映ってません。はい、言い切ります。霊能者 A 倉です。これは映っていません。はい。いや、これはヒント、ちょっとヒント。こいつ本当に、いや、これはね、わからないわ。ヒントももう星5レビューしないといけないでしょ。したくないから、なんかわかんないけど、したくないから負けた気するから。いや、待てよ、どこだこれ。なんかここ変じゃない、これ。あ、やっぱりだ。奥の男性の顔の近くに人物の顔のようなものが映り込んでいる。それはちょっとわからない。なんとも気味が悪い。そうかな。じゃあ続いて。あ、これはわかりやすい。コンビニの棚から顔を出す幽霊。白目しかも向いてる。おちゃらけすぎだろ。で、次。これはなんだ、金魚。金魚、これ死んでない？これ。え、これ金魚死んでない？大丈夫か？これかな？もう幽霊なのかな、これは。あ、そっちか。あ、なんか全然違うとこ俺刺してた。人の目元が映り込んでいる。ほんとだ。立ち入り禁止のところにあった！どんどん発見していくよ。これ分かりやすい。よし。不気味な影。おー、終わった。結構長かったな。難しいな、これ。